おはようございます。主様、寝起きのオイルマッサージをしますね。ふふ、少しくすぐったいですけど、お加減が気になったらすぐに言ってくださいね。あ、主様おはようございます。朝食のご準備はできていらっしゃいますので、身支度を整えたらテーブルにお越しください。今日もきっと素晴らしい一日になりますよ。私も主様のお顔を見れてすごくいい朝です。ああ、おはようございます。まだやるの？スタッフです。何かメイドとして違うような。自助レッスンをしていたのですが、何かそういうお店の宣伝と勘違いしてません？いえ、私はいつも通りボディケアを想定していたのですが、私はお掃除をしていただけです。それしかできないので。ふるる、あなたはまず旦那様の前ではお掃除を止めなさい。万が一旦那様の服にホコリがついたらどうするのですか？は、そうですね、気をつけます。エイリ、オイルマッサージのチョイスはいいですけど、それをしたら朝時間がかかりすぎますので、どうか別のマッサージを検討してもらっていいですか？体を馴染ませるように覚醒させるにはちょうどいいと思ったのですが。もっと私、研究いたします。旦那様が訓練しているこの時間が唯一専属侍女としての教育ができる時間です。なので短時間ではありますが、しっかり学んでくださいね。はい、メルリア様。では私は旦那様の元に戻ります。しっかりお勉強していてくださいね。エイリ様はいつもこの部屋のシートの取り替えはどうやって変えているのですか？空間移動を応用して物を全て家具ごとクリーンルームに移動させてます。一回使えば汚れやホコリがついてしまいますし、ベッドも一度使えば新品の品質とは言い切れないものになりますからね。全然参考にならない。やっぱり帝国の壁は次元が違う。私みたいな田舎者で小さな町の守り神ぐらいだった底辺の壁には荷が重すぎるよ。地道に頑張ります。あれ、何か難しいこと言ったかな。フルールちゃんはまだ下級神だから簡単な仕事方法を教えたつもりなんだけど。今は帝国になれよう。主様もフルールちゃんにはまず慣れてほしいと思うから、ねえ。そういえば劣化は何もしなくていいの。私の役割は特殊だから、掃除とか奉仕とか私には求められてないの。そもそも掃除も奉仕もお世話も人足りてるし、そんな補充がつく仕事しても存在価値見出せないでしょ。あ、そんなこと言ってたら役割が、いかないと。エイリ様、劣化様って普段どんな仕事をしてるのでしょうか？私もわからないんですよね。記憶に残らないというか、油断したら名前とか存在すらも忘れそうなんですよね。謎多き同僚。腹立て、ある日、1に根性、2に根性、3に根性。お前の辞書に根性以外の言葉はないのか？情熱、熱血、根性、なせばなる、焼肉定食、日替わりランチ。学校に1人はいる熱血体育会系教師なのは分かった。フォルテ、主様が疲れているのだから休ませなさい。疲れているから今が一番期待時なんだよ。視察なら口出しはしないでいただきたいね。あたいはこう見えて主のトレーニング相手をするという役割があるんだ。パト様の体を壊させないようにね。いいんだよ。男は体一つ壊れたくらいから強くなるってもんだよ。ミサと一体化して一体か。いいの、次はダジャレにハマったのね。主起きないの。起きたくても体中が悲鳴を上げて動けない。またまた、全然主の体から悲鳴聞こえないよ。純粋。あなた、私が体を癒しますね。私に体を委ねてリラックスしてくださいね。あれ、なんか当たってる気がする。さあ、私にはわかりませんねー。なんかすっごくべったりしてる。いたいた、煩悩の元凶。場をわきまえずに浴場したからその煩悩消させてもらうから。ちょっと、違うの、これは愛情から来るもので。原始支配煩悩滅却。さて、役割終えたし、定位置に戻ろう。あれ、心がすっきり。なんだ新エリカ、あのメルリア城相手に能力ぶっ放せるなんて根性があるやつだな。クローン計画で生まれた唯一の一体だけど思いもよらない使い方をしてるわね。しかも他人の記憶に残らないようにしてる。私の特性、知識の宝物庫がなかったら一瞬で記憶から消えるのね。さあ起きな主、今から休憩の筋トレだ。男なら力持ちじゃないとね。もやしじゃ守れるものも守れないぞ。休憩の筋トレとかパワーすぎるワード言ってくるんじゃないよ。主死んじゃう？休憩後はデザートの自給全力ランだ。死んでからも入れる保険があるから大丈夫。すかしい。誰か私の話したかな。二人するときは手を当てなさい。慈悲の天使王なのに。ほら、走れ。走り切るまで終われると思うな。主、甘さと愛情は違うからな。ぜひ。
すごくハードですね。主様はいつもこんな訓練をしていらっしゃるのですか？そうらしいですね。私もそこまで長いわけではないので。みんなパト様に甘いですからね。ああやって愛情があるから厳しくする昔のコーチみたいな子がいた方がいいのよ。ソルテ様、いらしていたんですね。私は秘書よ。あなたたちよりも権利は与えられてるの。ふふん。ソルテ様は新たにできた帝国自助部隊の総長ですから当然です。私の憧れであり、目標です。相変わらずエイリはいい子ね。さすがは帝国全土から厳選されて選ばれただけのことはあるわ。エイリ様はもともと違う所属だったのですか？私はもともと護衛部隊所属で自助部隊が新たにできた時に帝王様やメリア様から推薦をいただいて帝国自助部隊に配属になったの。そこからパト様に気に入られて専属自助に選ばれたというわけ。そんな、恥ずかしいですよ。自助部隊の選考基準は帝国内でも高ステータスであり、補助と攻撃両方があり、その上パト様の好みであるかどうか、かなり難しい選考だったわ。私、選ばれてよかったのですかね。大丈夫、だってフルールちゃんも主様に選ばれたんだから、自信持って。この子はパトさんが外部から連れてきた子、だからどこ所属でもなく、ただパトさんの所有物、ある意味メルリア様よりも自由度が高い子。帝王進行後で現時点で帝国一の力を持つメルリア様。自助部隊で唯一選ばれた最強の服の神、エイリ。遠征中パトさんに気に入られパトさん自身が帝国関係なく保護している元北条神の天使人、フルール。セッカちゃんの DNA から生まれた唯一生まれたクローンでそれ以外は私すら認識できない子、識別か。とんでもない個性派揃い、専属神の代理を務める大事なポジションなのに大丈夫なのか？さて、また煩悩や欲情、殺意や嫉妬、あらゆる脅威を持って主に近づく人が来るまで待機だね。本当、無欲のくせに行動力はしっかりあるのね。さすがは私のクローンね。オリジナル、こんなところで何を？パトに会いに来たの。それよりあなたのその行動原理はどこから来てるもの？独占欲、嫉妬心。オリジナルほどではありませんが、それをもとに他者からの干渉に対して敏感に反応するようになっています。さすがは私のクローン、感情がないからそれが表に出ることはないだけでやっぱり私と同じなのね。せっか、笑いなさいよ。私のクローンなんだからきっと可愛いのに。遠回しに自分が可愛いという図太さは尊敬します。ですが私が作られた時、反逆の恐れや忠誠、使命放棄、主独占の危険性を考えられて感情や心を埋められなかったのです。だから、私のクローンのくせに硬いわね。感情がないなら一から作ればいい。心がないなら、心を一から育てればいい。あなたは生まれた時点で私とは違う。だからあなたには劣化という名前があるのよ。その劣化も、劣る劣化。って意味だけどね、皮肉もいいところだよ。そんなの覆しなさいよ。私ならできるでしょ。オリジナルは眩しい。私のことをすごく気にかけてくるけど、正直自分が劣ってると実感するから近づかないでほしい。さて、パトが来るまで時間かかるだろうし、私の直属部隊室にでも戻ろうかな。やっぱり私に用があっただけだ。やっぱり眩しい。また来てください。主が喜びます。劣化は喜ばないの。感情がないので。でも今少し嫌そうな顔してたわよね。本当に感情がないとできない顔だと思うけどね。それじゃあ、また会いましょう。完全記憶能力とか全然ないくせに。私のことを忘れない。めんどくさいオリジナル。生活はどうだ、劣化。はい、何不自由なく役割を全うしております。すまない、劣化は俺の自己中心的でわがままで身勝手な理由で生まれ、役割を与えられた。だからこそ俺は死ぬまで劣化をそばに置くよ。それが俺の罪の償いだから。何かあったらすぐに言ってくれ、力を貸すから。はい、主は気兼ねなく過ごしてください。私が見境ない一方的な感情を全て抑制しますので。ああ、ほどほどにな。俺が相手からの愛情や好意に嫌気がさした時に生まれた劣化は、俺の間違った思想を生きる意味として存在する。劣化はよほど意識しないと視野にも入らない。意識しないと名前すらも覚えられない。それはもともとでそうしなければ劣化の役割に警戒して遠ざけられる。専属、従属全員を敵に回す役割だからこそ、劣化は生まれた時から孤立する運命。だからこそ俺や劣化は絶対に寄り添うんだ。劣化ちゃん、今から一緒に食事を作りません。いいよ、暇だし。少しでも馴染んでくれたらいいんだけどな。特にフルールと劣化は帝国が一切関与を放棄している者同士だから。美味しい料理期待してるよ。頑張ってね二人とも。はい、元北条神なので素材を最大限に活かした料理を作りますね。それもうなまで良くない？ダメです。料理でもっと素材を活かすのです。そう、ならお手並み拝見だね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。
過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。